今日は仲良しハウスでクリスマスパーティーの準備をするよ。クリスマスパーティーには一体何が必要なのかな？みんなわかる？あ、そうだ。まずはケーキの準備をしようっと。美味しいケーキを作ってみるよ。パーティーにお友達がたくさん来ても大丈夫なように、とっても大きなケーキのスポンジを用意したよ。このケーキにたくさん飾り付けをしていこうね。まずはケーキにたくさんの生クリームをトッピングします。次に甘くて美味しいイチゴをトッピングしてみようっと。見て見て、今ケーキはこんな感じだよ。さらに可愛くデコレーションしていこうね。次はみかんやパイナップル、バナナやさくらんぼなどいろんなフルーツをたくさん飾っちゃおう。うわー、フルーツ盛りだくさんで美味しそう。綺麗にフルーツを盛り付けられたから、最後にろうそくを飾ってみるよ。はい、メルちゃん特製ケーキの完成。うわー、とっても美味しそう。早くクリスマスパーティーで食べたいなー。ケーキが作れたから、今度は、あ、そうだ。クリスマスツリーを飾ってみようっと。今度はツリーの準備をするよ。わー、とっても大きいツリーだ。いろいろ飾ってみようね。まずはツリーにこの綿を飾って雪のクリスマスツリーにしてみるよ。よいしょ、よいしょっと。わー、ツリーに雪が積もったみたい。きれい。今度はキラキラした丸い飾りをつけてみるよ。どこにつけようかな。丸い飾りも飾ってみたよ。次はてっぺんにお星様飾ろうっと。てっぺんにキラキラ光る星様を飾ってみたよ。ツリーの飾り付けができたから、ツリーの足元にプレゼントを置くよ。かわいいプレゼントをたくさん置いてみたよ。あとは友達が来るのを楽しみに待ってよっと。ケーキとクリスマスツリー、みんな喜んでくれるといいな。クリスマスパーティーとっても楽しみ。ルンルンルン、ルンルンルン。